お待たせしました。それではヒーローインタビューです。まずはちょっと順番入れ替わっていただいて、プロ初勝利、あちら投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のピッチング振り返りますと、初回に大きなピンチがありました。そこを抜けたっていうのは大きかったですね。ピンチになったんですけど、攻める気持ちを忘れずに、バッターに向かってきました。あの場面結構怖い山田さんがまず来ましたよね。その時っていうのはどう勝負したんですか。強打者なんですけども、変えずにしっかり腕振って、勝負しようっていうのはあったんで、そこは変えずにできました。2回以降は少しテンポも上がったのかなっていう気がしましたが、本人の中ではどうでした。そうですね、もうやっぱり先発ピッチャーの役目として、攻撃のリズムを作るというのも一つあるので、そこは意識して投げました。そして打線の方がいい援護をくれましたね。そうですね、早いうちに点を取っていただいたので、ストライクゾーンでしっかり勝負することができました。その援護点の中ではご自身の初ヒット初打点もありました。その辺はどうですか。そうですね、日々のバッティング練習の成果が出たと思います。あそこ外のスライダー3つ続けられましたよね。そうですね、はい、平さんのバットをいただいて、ずっと練習してて、今日も平さんのバットで打ったんで、8割平さんのおかげですよね。横が本当に頼もしい限りですけれども、5回を投げ終えて、そこからの時間というのは長く感じたんじゃないですか。そうです、あとは自分で応援することしかできないんで、他のピッチャーの方と野手の方をずっと応援してました。ウィニングボール受け取られましたよね。はい、ヒロシからもらいました。今お持ちですか。 お尻にあります。ちょっと見せていただいていいですか。少し時間はかかりましたけれども、正真正銘の初勝利のボール、今どんな気分でしょう。やっと一軍で先発して、勝つことができたんですけど、いろんな方に支えられて、ここまで来たと思うんで、これからずっと、抑えていけるように、もっと精進して頑張っていきたいと思います。次の登板がまた新たな一歩になりますね。そうですね、もっとチームを勝たせれる投球というのを、していきたいと思いますので、また頑張っていきます。今日は子どもの日、たくさんお子さんの姿も見られます。その子どもたちに一言お願いできますか。なかなか一軍で見られないピッチャーが、先発したんですけど、これを機にあちらというピッチャーを覚えてもらって、また応援してもらえたと思います。プロ初勝利おめでとうございます。あちら投手でした。続いて平田選手にお話を伺います。あちら選手の、あちら投手の初ヒットが平田さんのバットということは、本当バットも良かったんですね。そうですね、あちらがライト前を打ってくれたおかげで僕のピッチャー返しが取られました。ただ、4回ですか、2点返された直後のホームラン、あれはゲームの中で大きかったですね。そうですね、うまいことインサイドのボールに、体が反応して、本当いい感じに打てたと思います。あの打ち方というのは本当自分でも気持ちよかったんじゃないですか。そうですね、最近長打、昨日打ったんですね。でもあまり納得のいくバッティングっていうのができてなかったので、久々に納得のいくバッティングができました。今日のゲームを迎えるまでというのはチームが連敗で来てました、それを払拭するための、バッティングだったかと思いますけれども、このあたりの意識はどうだったでしょう。連敗っていうのは、するのは簡単なんですけど、なかなかその連敗を払拭するために、誰がヒーローになるのかっていうのを、ずっと自分がヒーローになるんだって思いながら、プレーしてました。そんな中ゲームの組み立て、あちら投手、ポジションから見ていてどんなピッチングでしたか。
やっぱり大きいですね、うん、マウンドも高いし背も高いんで、すごく大きく見えました。そしてこの勝利が令和という現行になって初めてのチームの勝利です。はい、そうですね、現行も令和に変わりまして、日本国民の私としては、平成に感謝をしたいと思います。野球人の私としては、今シーズン、3月の終わりから、自分の体は1月の頭から動き始めているので、言語が変わったということに関しては、野球人の自分としては、特に変わりはありません。さあ、そして今日は子どもの日、たくさんのお子さんの姿も見られますので、お子さんに一言お願いします。長い間、試合を見てくれて、子どもの皆さんも、大人の皆さんもありがとうございます。今日のような、緊張感のある試合をあんまりしたくないです。本当はもっと大差のついた試合をいっぱいしたいです。楽に勝ちたいです。でもなかなか楽には勝てないです。そのためには自分たちが頑張らないといけないと思うし、ファンの皆さんの声援も僕たちの、前向きな姿勢への、後押しになります。ぜひ皆さん、ゴールデンウィーク期間中だけでなく平日もたくさんのお客さん来てください。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー、あちら投手、そして平田選手でした。